皆さんこんにちは。女神の学校2期で、タロットの講師を、担当させていただいてます、こち亀です。今日は、一緒に講師をさせていただく、美人講師の方とつながってライブ配信します。ゆうかちゃん、来ました。よろしくお願いします。ゆうかちゃんさ、結構さ、この間さ、タロットのさミーティングしてる時にさ、結構いろいろよーしてるよね。よーよーよーざっくりざっくりいろいろしてるよね。ねえ、なんかさ、相当さ頼りに私もしてるんだけど、いやいやいや、あ、ゆうかちゃんもともとタロット習ってたんだっけ。女神式はね、1期生のはず、うん、1期生そうなんや。うんうん、こち亀さんは0期。私、そうね、ゼロ。あ、先輩。一番最初。最初の最初だよ、最初の。こち亀さんは、じゃあ、女神式でタロットを習ったのが初めて。もうタロットに触れるのが初めて。あ、初めて。私さ、占いってさ、言ってもらったこと多分ほとんどないとね、記憶がないのよ。で、タロット自体も受けたことがなくてさ、それこそ、女神式のタロットを受けたのが初めて。だからそれ以外のタロットさ、受けたことがないのよ。そっか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 。私、なんか、まあ、占いオタクなんだけど、今も。占いオタクなんだけど、なんかね、子供の頃からおまじないとか、占いとかのさ、雑誌が好きでさ、子供の頃ね、マイバースデーとか、ポチバースデーとかさ、ミスティとかって言った、そういう占いとか雑誌、今で言うそうスピ系の専門誌よりももうちょっとこう女の子向けで、そういう魔法みたいなそんな雑誌があるんや。あったのよ。でそこにタロットのさ、タロットカードが、付録でついてきてさ、でやったのが初めてなんよ。でちょっと使えるようになったらいい気になってさ、なんか中学校の時とか、いい気になってさ、そうそう、ほら、恋占いとかあるじゃん。恋占いとかさ、恋占いしかないけど、恋占いとかあるじゃん。でさ、私お小遣いがさちょっと少なかったからさ、学校帰りの買い食いのさ、その、まあ、学校の近くにさモスバーガーがあったんだけどね、モスポテトが好きでさ、それをもし当たってすごく参考になったら、そのポテトをおごってよって言ってたので、中学高校の時はモスのポテトをタロットで稼いでた。そうなんや。あれ、なんか友達に やってそう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 。じゃあちょっとコメントいただいちゃおうよね。最初引かせていただくね。はい、じゃあお願いします。はい、じゃあ今この配信してる配信を見てくださってる皆さんへのメッセージ引かせていただきます。結構女神とかこういう占いとかにね、興味持ってる方って、ミスティ系とかね、プチバースデーとかね、ああ懐かしい、見てたって人多いんじゃないかなって密かに思っております。あの本読んでると、ちょっと占星術とかもね、よく話はね、話題に、占いとかの話題に載ってたりするよね。加賀隆二さんとかね、ルネ・ヴァンダールさんとかね、懐かしい、今も活躍されてるんでしょうけど。あ、今ね、この配信を見てくださってる、皆さんに、共通のメッセージ引かせていただきました。出てきたカードが3の正位置か3の正位置で、3の正位置がね、成功のカードで、明るさとかバイタリティにあふれるっていうカードが出てきてます。個人のところで出てきたカードがエンペラーの逆位置、あ、なんかね、弱気とか力がないっていうカードが出てきてます。でここから今を楽しむことと出てきてます。いいですね。もうこれ私にもさ、当てはまる言葉だわ。このさ、タロットを引くとさ、もう大体私も自分に該当することが出るっていうね、今を楽しむことと出てきてます。皆さん今を楽しんでください。今って感じがします。ありがとうございます。はい、
あ、今度ゆうかちゃんに引いてもらおうかな。私はね、私はじゃあ、そう、ゆうかちゃん、ね、ゆうかちゃんに引いてもらおうかな。じゃあ同じテーマでもう一つ引いてみようか、うん、配信してるね、あの、うん、配信見てくださっている方に、うん、じゃあやりますね、うん、私さ、これさ、タロット引いてもらうのも好きなんよな。もうさ、自分がさ、なんかさ、分かんなくなるときあるじゃん、そのなんか、うんうん、もやってるときとかさ、なんかさ、自分がさ、うんうん、見えなくなってくるんよ。その時にさ、タロットってさ、そのまま出るからさ、分かりやすいんだよね、うんうん、ぐさっともくるしさ、確信つかれる言葉もつかれるからさ、うん、めっちゃいいんよ、なんかめっちゃだよねっていうのがあったりするよね。そうですよねっていうね。もうそのまま自分の心がさ、そう、タロットの好きなとこってそれなんだよな、なんか、うん、もうそのまま出てくる自分の心がさ、そのままさ、このタロットのカードでさ、出てくるわけですよ。で、隠しにつくメッセージが来るわけですよ。それがさ、ちょっと面白い、私は好きなんだけどね、ズバッと来るから。ですね、メインカードがね、一枚引きです。メインカードが、力の正位置です。うん、今をその楽しむために、うん、自信を持ってやりたいことをどんどんやって OK っていう感じですよね。現代。こうはってこうひらめいたことをどんどん行動に移して、うん、心がワクワクすることをね、うん、どんどんやったらいいと思います、うん、補助カードが鳳凰の、ね、うん、逆位置なんですけど、まあちょっと制約はあるけどね、うん、っていう感じですよね。わかりました。わかりました。嬉しいわ、ゆうかちゃん。そんな、まあ、こんな感じで、なんかあの、はい、タロットが大好きだったり、占いが大好きだったり、うん、そうだよね、どこでも緩んで自分らしくいられるためのアドバイスをお願いします。はい、喜んで引かせていただきます。はい、女神式のタロットの、あの、こういいところっていうのが、まず解釈がすごくこうポジティブで、怖いことがね全くないんだよね。それがさっきお伝えした通りで、あとタロットっていくつかこう開き方、スプレッドとか展開っていう言い方するんですけど、占い方とかによってにこう質問に合わせてその答えを導きやすい、カードの置き方っていうのがあるんですね。それがね、いろいろなこう形になってたり、いろいろな、まあ、枚数も様々、1枚から、ケルト十字みたいに10枚使ったりとか、いろんな、まあ、置き方があるんですけど、こう一般的な占い、そのタロット占いだと、1枚引きでも、この山の上からね、7枚目とかを引いて、次は1枚をこっち側に置いて、それからさらに3枚目を2番目に置いてくださいとかいうのがね、ちょこちょこあったりするんだけど、それをね、覚えるのが大変なんだけど、女神式はそういうことがなくて、結構シャッフルして山にしてから上からね、ポンポン置いていけるんだよね。だからすごくこう占い方がに頭を使わなくていいというか、覚えなくていいから、感覚でできるね。そうなんよ、ゆうかちゃん。そうなんよ、私もさ、なんかさ、女神式のタロットがさ、好きなのってさ、頭を使わなくていいところなんだよ、うん、なんかさ、わかんなくなったらテキストを見ればいいし、うんうん、私さ、たまにさ、ケルト十字もさ、やりながらさ、うん、やり方が分かんなくなるときあるの、ま、待って、あれ、そう、うんうん、自分で考えなくてもさ、カードが教えてくれるっていうのがさ、うん、ね、で、出ましたか。そう、出ました。そうそうそう、はい、ちょっとさ、ちーこちゃんはね、どこでも緩んで自分らしくいられるためのアドバイスお願いしますで出てきたカードが、ワールドの戦位置、完成のカードが出てきています。すべてうまくいくのカードが出てきています。補助のところで出てきたカードが女教皇の正位置、なんかね、常識的っていうカードが出てきてます。で、ここからちーこちゃんが、ちーこちゃんがどこでも緩んで自分らしくいられるためのアドバイス、あ、なんかね、失敗を恐れるなって出てくるよ、ちーこちゃん。なんかね、ちょっとね、失敗したくないとか出てきてない？失敗は成功のもとよ。なんか失敗して気づくこともたくさんあるから、なんか失敗も丸で自分を許してください。なんか失敗にすごい今なんか恐怖を感じちゃってるかも、そんな感じがしました。以上です。はい、はい、もうまさに私今なんか自分に対するメッセージだわ。ね、じゃあ私も言えるね。うん、面白いね。だからやればやるほどね、はい、なんかタロットってさ、うんうんうん、そうだね、なんかそうそう、なんか引かせていただいてるっていう感じがしてさ、うん、
なんかちょっとさ、自分なんかね、自分そう、なんか自分ももうどんどん良くなっていくって感じがするんよ。メッセージを伝えさせていただくことでね、うんうん、自分に当てはまることが出てくるからさ。ありがとう。あら、タロットね、5月のタロットの講師一緒にするたまちゃんが来ました。こたまともみです。こたまともみちゃんです。たまちゃんはタロットどう？あ、なんか最近、うん、あの女神以外の人に聞かせてもらったりするとさ、うん、やっぱタロットって怖いイメージとかあったみたいで、うん、でもなんか女神式のささせてもらったらなんかちょっと安心するっていうか、うんうんうん、もらえた感じがと、なんかなんかタロットいいなって思った、うん、女神式のタロットね。え、そうだよ、やっぱ、うん、女神式はさ、うん、攻めない、うん、否定しない、うん、変えようとしない、うん、ね、なんかそれが入ってるもんね、うん、そうね、そこがねやっぱね、うん、いいなって思う。で、今必要なメッセージをお願いしたいですって、なんかあ、そうそう、はい、最初にコメントかせて、はい、いただこうかな、うん、お願いします。嬉しい、ちょっとたまちゃん、じゃあ大国、大国沙織ちゃんが今ね、大国ちゃんが必要なメッセージ、メッセージ、うん、お願いしたいです。はい、はい、うん、じゃあ引かせていただきます。はい、見ましたよ、うん、2枚引きでさせてもらいました、うん、ハングドマンの逆位置、うん、我慢の限界のカードを、うん、サブカードが、ハイプリーツの正位置が出てます、うん、ここからメッセージ、うん、なんか我慢の限界だから、今自分のやりたくないこととかすごく見る時期なのかなって思います。だけど、ね、正しさみたいな、人の目を気にしたりしてるから、うん、それを気にしずに、なんかやりたいことってなんだろうとか見たりとかするといいかなって思います。はい、わかりました。はい、わかりました。私が、そう、なんかさ、このさ、タロットのさ、好きなところってさ、うん、そう、このね、流れ玉も当たるっていうのはさ、あー、わかる、わかる、自分にもメッセージだったりとか、そうそうそう、だからさ、多分さ、弾きながらもさ、このさ、今さ、うん、こう全部見てくださってる皆さんにもさ、なんか共通のメッセージだったりしてさ、うんうん、でさ、なんかさ、直接だとさ、ちょっと打撃強いけど、あ、わかるよ、けど、なんか、なんか聞いてたら、そうそう、流れ玉でね、うん、あ、そっかって思ってからね、うんうん、そう、それもね、タロットのね、好きなところなんだよ、私、流れ玉でさ、当たるっていうのさ、うん、好きなんだよ、うん、お待たせしました。女神の学校に興味はあるものの、行きたいのか行きたくないのか、お金の面とか状況とかいろいろ考えて、自分の気持ちが揺れていて、タロット引いてほしいです。もうね、こういう人はね、結構いるんじゃない？いると思うわ、うん、私もさ、女神の学校ゼロ期申し込むときいろいろあったわ、うん、もう行きたいっていう気持ちと、どうしようっていう気持ちとさ、メッセージ引かせていただきます。ちょっとお待ちください。出ました。今ね、出てきたカードがタワーの正位置、破壊と混乱のカードが出てきています。補助のところで出てきたカードが、なんかね、弱気とか力がないというカードが出てきています。で、ここからね、ちょっとね、何を伝えたいのかな。あ、もうね、自分がどうしたいのか、自分がどうしたいのか、それをはっきりと決めた時に道が開かれます。出てきてます。行きたいのか行きたくないのか、自分でね、しっかりと意図することを決めたら道が開かれます。どうしたいのか自分の心に通ってみてください。どちらでもいいのです。どちらでもいいので、どちらか自分が心が望む方をしっかりと見てあげてください。そしたら道が開かれます。以上です。なんかちょうど日が差してきた。あ、で、ちょっとこっちも日が差してるんだよ、うん、なんか時々ね、うん、なんかメッセージなのか、ね、日が差してくる ね、自分の心に通ってみてください。うん、もありがとうございます。なんか、ね、
タロットね、簡単だよね。そう。ね。私でも引く。そうなんだよ。おバカなさ、ちょっとさ、ちょっとさ、私さ、私さ、おバカなんだけどさ、おバカな私もさ、そう、覚えなくてもさ、テキストがあるし、ね、テキストがあるし、なんかさ、ご質問いただいてもさ、なんかこうカードを見てたらさ、カードからさ、なパってなんかイメージが湧いたりとかするからさ、カードが教えてくれたりとかするからね、頭で考えなくからいいからめっちゃ楽しいの、うん、だからね、うん、まあぜひ興味のある方ぜひね、ぜひ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 お待ちしております。こんな感じで、うん、なんかタロットやってますのでね、ぜひぜひお願いします。